こんにちは、イカリのリコです。今日は「運が上がる下着」のお話をしようと思ってます。開運下着ね。で、えー、開運下着ってあるんですけれどもそれはどういうものかっていうとパワーを上げたりエネルギーを上げたり、まあ、運を上げたり、えー、ここっていう時にすごく、えー、強い、ね、チャンスをつかみやすい下着なんですけれどもそれは何か っていうとですね、えー、それは赤い下着を着をるっていうことなんですねまあ本当はすごい好きなね、えー、下着をつけるのが一番いいんですけれどもただし赤い色っていうのはちょっとあの下着をつけるのにとっても理にかなってるまあ、スピリチュアル的に理にかなってる下着になってくるんですけれども私もすごくえ昔にね赤い下着つけるといいよって 教えていただきましただからすごく赤い下着が多いですまあ赤い下着の中でもあんかわいいって思う下着にねもちろんつけてますけれども赤い下着がとっても多くなりましたでなぜスピリチュアル的にねものすごくいいかっていうとあのチャクラとすごくつながってるんですよね 第一チャクラっていうねあの尾抵骨にあるんですけれどもここが生命エネルギーって言って生命のエネルギーをぐわーっと取り入れるまあ大事な部分なんですよ。地に足をつけるっていうねグラウンディングできるっていう部分で、えー、第一チャクラっていうのはとってもあのここ大事なんですよね。で第2チャクラっていうところがおへそのちょっと下ぐらいにあるんですけれどもえー、とここがね、えー、女性性。 をね活性化すする場所なんですで第3チャクラがみぞおち第4チャクラがハート第5チャクラが喉第6チャクラがえっ、ー、とね、あのー、サードアイってってここからねあのー、なんていうのかな第3の目っていうよく言うねところなんですけどもここでいろんなものを見てると言われてます。で第7チャクラ まあここからねメッセージが降りてきたりエエネネルルギギーーの宇宙エネルギーを取りり入れたりするところなんでですよでここをしっかりと開いてるとエネルギーがちゃんと通りやすくなって活性化していくっていうことが、えー、ちゃんと行われるんですけれども特にねまあ第一チャクラっていうのはもう本当に地に足をつけてしっかりあの生命エネルギーをグワッとみなぎらせるところなのでここが実は赤い 物を取り入れるとすすごく活性化しやすいんですよで第2チャクラも同じような近い色なんですね第一と第2ってなので赤い下着をつけるとすごく活性化してきますうんすごく大事なんですね特にですよ、まあ、あの巣鴨なんかで売ってるおへそぐらいまでいく赤いパンツなんか入っちゃうともっと活性化するので本当はすごくいいんですけれどもあのただ その赤い下着をつけることによってそういうね、えー、大チャクラをちゃんとねあのー、活性化させてくれるっていうことで理にかなってる下着でもあるんですよね。でまあ、そういうことでまあ、赤い下着をつけると体が温かくなるそして力強さが増すエネルギーが増してすごくねパワーアップしてくるので、えー、この赤い下着っていうのはおすすめです。特にですよダン なんかはおすすめですね男性ってやっぱりいい仕事柄すごく「ここ!」っていうところってあると思うんですよ仕事場所でそういう時に赤いい下着を履いて勝負に出るまあ女性はね勝負っていうのはあんまりねないかもしれませんね私なんかも「よし勝負に出るぞ」っていうよりもどちらかというと「よし今日頑張ろうかな」とか「今日はちょっとチャンスかな」とかねまああと。 女性も勝負下着ってありますからその時に赤いいい下着もおすすめしたいと思いますこれは「運が上がる」っていうね、えー、下着なのでまあ、ちょっとここ大事だなここすごくあなんかこういうふうにしたいなっていう時に是非つけていただきたいなと思います。で下着ってあのー、私はすごく何て言うのかな見えないところじゃないですか。 ここういういいいととろをすす。ごく大事にされるといいですやっぱりねボロボロのちょっと下着とかつけてるとやっぱり自分もボロボロの自分っていうことで大事にしてない自分っていうのがとっても出てきちゃうんですよだから見えないところにお金をかけるっていうのは大事ですし新、えー、新ししいい何かをすすするるも、新しいものってすごくエネルギーがあるんですよで。その時に下着を変えて新しいエネルギーに変えるっていうのも ものすごくパワーが出てきます。うん、運が上がるんですよね。なので下着はおすすめです。じゃあね。